どうもミキティです。今日は Z6-3 を使ってプリキャプチャー撮影にチャレンジしてこようと思います。それでは早速レッツゴー。はい、ということでですね、最近は Z6-3 の機能をいろいろ試す動画が続いているんですが、その第2弾3弾ちょっと動画が出る順番は分かんないですけど、としてプリキャプチャー編をお届けしようと思います。プリキャプチャーが何かっていうとですね、ニコンの公式の方でいろいろ情報が出てますので皆さんご存知かなとは思うんですけれども、シャッターボタンを押してから1秒前の写真をですね記録できるっていうようなちょっと面白い機能になっております。でこれの何が便利かっていうと、例えばね野鳥とか撮る人とかだと、例えば木に止まってる野鳥にフォーカスポイント合わせておいて、シャッターを半押ししておいて飛び立った瞬間にシャッターを押すっていうことでですね、木から飛び立つ瞬間とかのピンポイントで狙ってシャッターを切るようなのが難しいシーンも撮影ができちゃうっていうようなものだそうです。ただですね、私あんま普段鳥とかすごい動きが俊敏なものを撮らないので、あんまこのプリキャプチャーのありがたみというかね、使いどころみたいなのが文章読んだだけであんまピンとこなかったので、今日は実際に試してこようと思います。その前にですね、プリキャプチャー使うには若干簡単な設定みたいなのが必要になるので、そこちょっとねお家でやってから出かけようと思います。はい、ひとまずはですねプリキャプチャーの設定をちょっとしていきたい。こちらを押してこのモードをですね、よいしょよいしょ、メニューのところからレリーズモードを選んでおくと、ここにこうプレって出てるので、これでプリキャプチャーのモードになっているはず。ここですね。でこのカスタムメニューのところからプリキャプチャー記録設定に入って、でプリ記録時間というところからですね1秒にしておきます。1秒にしておくと1秒前からシャッター切る1秒前から記録できるようになるので、ここで設定をしておきます。でこれでシャッター半押ししておくと、ここ緑が出るんですけど、この緑出てるとこ記録をしてくれてて、でその後シャッター切るとシャッター切ってから1秒前までを撮ってくれるっていうような感じです。で今半押し離したのでこの緑消えたんですけど、これが最大90秒間記録だそうなので、これ90秒押し続けてその後シャッター切らなかった場合はリセットされるみたいな感じですね。でまた半押し離すとこの緑が消えたのでリセットされるっていうような形です。ということでですね、プリキャプチャーの設定ができましたので、今日もカメラを持って出かけようと思います。今日は何を撮るかと言いますとですね、品川アクアパークに行ってイルカショーをですね撮影してこようかなと思っております。いやお前また水族館かってね、結構飽き飽きしてきちゃうかなと、見てる皆さんもね飽きちゃうかなと思ったんですけど、そう本当はね私もそう思って動物園に行こうかなって思ったんですね。けど動物園って暑いじゃないですか。とすると動物たちなんかもしかしたら暑さでバテてて動いてないのではと心配になりまして、動いてないとさプリキャプチャーもクソもないからさ、ということで確実に動いてる生き物が見れるであろう場所を探しました。で、私鳥がね実はちょっと苦手で、あんまりね撮れないというか撮りたいと思えなかったのでっていうのが、ちょっと野鳥踊りされてる皆さんで本当に申し訳ないんですけど、ちょっと鳥が苦手なので鳥以外の動いてるものということで、今日はイルカちゃんを撮りに行こうと思います。はい、品川に着きました。暑いから早く水族館に入ろうと思います。今時間が12時半なんですけど、1時半からちょうどイルカショーがあるみたいなので、早めにイルカショーの会場に行って、120ミリで良い感じにこうイルカが収まる場所をですね早めに撮りたいなと思っております。場所取り寄せねば。よいしょ、はい、アクアパークしながらに着いた。暑い、行こう。入場します。チケットはさっきウェブで準備したから大丈夫なはず。どうやって行くんだ。今年の春に一回メイコと来たんですけどね、無事イルカショーの場所取りができたのですが、思ったより前列しか空いていなくてですね、ちょっと怖いので、イルカがなるべく遠いところでジャンプするときに撮らないと、ちょっとね近く来たときはカメラ隠さないと水かぶるとさすがに水族館の水は怖いので、気をつけながら撮ろうと思います。皆さんこんにちは、ありがとうございます。
箇所を見てまいりました。ちょっとまだ撮影データをちゃんと見れてないんですが、おそらく撮れていると思っております。ただ結構ね、最初 AF が後ろの飼育員さんの方に行ってしまったりとかして、ピントが合ってないものが何枚かあるかもしれないなだったりとか、まあいろいろあるかなとは思うんですけれども、まあ、私本当にこういう動くもの全然普段撮らなくて、今回練習もせずにね、ぶっつけ本番で撮ってきたので、ちょっとどんな感じで映ってるかね、帰って見てみようかなと思います。ずぶ濡れを覚悟していたんですけれども、意外と濡れなかったです。大丈夫だった、よかった。はい、ということでお家に帰ってまいりました。服装が変わっていることから、数日経っていることがきっとバレているっていうのと、なんかいつぞの動画でもこの服着てこの背景だったなっていうので、取り留めだったということがバレているのではないかと思いますが、プリキャプチャーで水族館チャレンジをしてから数日が経っております。ということでですね、その日の写真を振り返りながら、ちょっとプリキャプチャーのですね、感想を喋っていこうかなと思います。今回はイルカショーをですね、チャレンジしてきたんですけれども、そう、プリキャプチャー便利だなっていう風にまず率直に思いました。まあ私普段あんまりああいうね、動くものとか動物とか全然撮らないので、ちょっと写真のクオリティとかね、構図だったり腕前はさておきっていうところでね、お話できればと思うんですけど、今回は割とね、最前列から結構近めな、割とど真ん中のいい席を撮って、イルカを撮ってきました。で、まあ撮り方として基本的にはプリキャプチャー最初半押ししといてね、記録しといて、シャッターボタンを押したら、シャッターを押したところから1秒前撮れるよみたいな機能なんですけれども、まあ、今回はですね、まず飼育員のお姉さんがいるシーンを狙ったっていうところと、イルカが出てきそうなシーンを狙ったっていう、この2パターンで撮ってみました。まず飼育員のお姉さんがいるところですね。もう飼育員のお姉さんがさ、こうやってやってるところはさ、いつか飛ぶって最初からなんとなく予想がつくので、もうお姉さんがいるところに最初からもうずっとこう合わせておいて、でずっと半押しをし続ける、でイルカが動いた瞬間にシャッターを切って連射するみたいな感じで撮りましたっていう感じで撮っていたので、まあ、ここに今3枚ぐらい多分写真をね、編集で並べてるかなと思うんですが、半押しを始めたシーンと、シャッターを押した瞬間のシーンと、その後一番いいなって思った、連写した中で一番いいなって思った写真を3枚並べて、こんな感じになっているはずです。でもう一パターンですね、イルカが来るだろうなと思うところで構えていたパターン、まあ、特に真ん中センターのところとかって、まあ、いつね、イルカが飛び上がってくるかとか、どの位置に来るかって正確には分からないんですけど、多分ファイナルとか一番最後とかで真ん中飛ぶやろうっていうのはなんとなく予想ができたので、まあ、真ん中でイルカがまだ映ってないうちから半押しでずっと待機をしておいたというシーンですね。でイルカが飛んだ瞬間にシャッターを押して連射するっていう形で撮りました。半押しの時間、シャッター切った時間、ベストショットみたいな感じで3枚並んでるかなと思います。はい、という感じで、こういう形でですね、絶対飛ぶだろうなとか、絶対この後動くだろうなって分かってるところから半押しをしておくっていうことで、よりベストショットがね、素人でも狙いやすくなるなと思いました。もう何度もお話ししてる通り、私本当にね、動くもの撮らないんですよ。いつも花だったりとか、風景だったりとか、まあ動いてたとしてもワンチャン自分ちの猫ぐらいしか撮らないんですけど、まあそんな私でもですね、何枚かお気に入りのショットとか、躍動感のある写真が撮れたなと思っております。やっぱり普通の連写モードでもすごく便利なので、上手な人であれば、ただのね、このプリキャプチャーがなくても、ただの連写モードでも撮れるのかなと思うんですけど、まあ、私みたいな人とかだと、あんまりね、私運動神経も良くないもんで、飛んだ瞬間にホッと押すとかって、多分できないんですよ。反射神経に鈍くて。けど、飛ぶ前から構えといて、飛んだ瞬間に押す。で、かつシャッター押す前も記録してくれるだと、結構こう長めにね、余裕を持って撮ってるってことになるので、それで連写すれば、どっかしらいいシーンが1枚は当たるだろうっていうのでね、動体撮影慣れてない人こそ試してほしいのが、このプリキャプチャーっていう機能かもしれないなっていうふうに思いました。そう、なのでね、結構撮り終わった後の写真を見てね、おーって感動したものがいくつかあったりしますね。やっぱりこれが飛び上がった瞬間にシャッター切ってるとかだと、多分私間に合わなくて撮り逃してる気がするので、このね、イルカが水から上がってくる瞬間とかもね、かなりかっこいいので、こういうのを割と手軽に撮れるっていうのはね、すごく面白いな思いました。ということで、動体撮影初心者がですね、プリキャプチャーを使って撮ったイルカショーがこんな感じです。いかがでしょうか。なんとなく、あ、こういうのが撮れるんだなっていうのが伝わっていると嬉しいです。で、まあ、今後ね、プリキャプチャーどういう感じで使っていこうかなと思うと、まあ、私はあんまり動体普段撮らないので、例えば私の使い方とかに行くと、やっぱり家の猫撮るのとかがいいかななんて思いました。猫って獲物を狙う前にこれお尻フリフリしててね、いつ飛び出すかな、いつ飛び出すかなみたいなね、こう構えてるシーンが結構長かった
かったりするので、そのシーン、その状態から半押しでプリキャプチャー記録しておけば、猫がバッて走り出した瞬間とかをね、もしかしたら捉えられるのかな。そうするとなんかいつもは寝てて可愛いシーンとかが、いつも私が撮る猫の写真は多いんですけど、ちょっと躍動感のあるうちの子が撮れるのかななんて思ったりしたので、今度また挑戦してみようかなと思ってます。あとその他でいくと、やっぱ野鳥とか撮る方はすごく良さそうですよね。あの木に止まってるところから半押ししておけば飛び立つ瞬間撮れるようだったりとか、あとはどうでしょう、スポーツ選手とか撮る方とかも面白いのかななんて思いました。なんか私別にあんまスポーツとかも詳しくないんで、あんまこう具体的にシーンが思い浮かばないんですけど、まあ例えばなんかこう着地する瞬間撮りたいとかだと、着地地点に最初からピント合わせて半押ししておいて、でまあ飛んだ瞬間とかに押して連射すればね、ここに着地するポイントとかはいずれ当たるのかなだったり、逆にこう飛ぶ瞬間とかをね、人間とかも撮れたりするのかなと思ったりするので、そんな感じでスポーツとか、あとあれですね、ドッグスポーツとかもいいかもしれないですね。あのアジリティっていうんですかね、あのワンちゃんとかもすごく向くんじゃないかなと思ったので、なんか動くものとか躍動感のある写真を撮るのがお好きな方はですね、このプリキャプチャーぜひ試してみてほしい機能だなと思いました。でただ1点注意したいのが、このプリキャプチャーローは撮れないです。 JPEG しか撮れないです。なのでまああのレタッチをね、その後したいよっていう方は JPEG でレタッチももちろんあのできなくはないと思うんですが、ローほど色情報出ないかなと思うので、そこはご注意必要かなと思います。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、動態撮影超初心者の私がプリキャプチャーを使ってイルカショーを撮影してまいりました。なんだかんだね、あの結構楽しく撮影できたなと思ってまして、写真も楽しかったですが、純粋にイルカがめちゃめちゃあの可愛くてかっこよくてすごい楽しんできました。ということで、まあ最近はですね、 Z6III のいろいろ機能もね試していこうの動画が続いてたんですが、まあ結構これも今終盤に差し掛かってるかなというところで、次回はですね、また色編にも戻って NX スタジオで自分の色を作ってみようみたいなね、動画をやっていこうかなと思いますので、そのあたりも興味がある方はぜひチャンネル登録して待ってていただければ嬉しいなと思います。あと今日の動画ちょっとでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンも押していただけるととっても嬉しいです。それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。